体制で内に、おっとここは3バンド入江、そして後方からは静岡コンビが巻き返し、さあ一気に6番の小林が3番梶原を連れまして前を叩きます。さあ4番車の近藤はどう出るか、ここは番点飛びついた、しかしながら3番の梶原しのいでいる。そして2角は2番の入江がまくっていく、1番の片織がなんとか切り気味ながらも続くか。さあ6番の小林が逃げて2番の入江浩太がここをトライにかかるんですが、1番の片織には7番コース絡む直線です。まずは2番の入江浩太押し切りました。2着争い、さあかまして巻き返す、1番の早川の巻き返し、対して5番の正木も踏んで先行体制も1番の早川が最終ホーム叩き切る。さあ5番の正木、ここはもう引けない、バンテロインコースで丸か、あるいは1番の早川にあくまでも突っ張り切るか。さあただ九州バンテ、そして3番手追い込み陣が連結外れて5番の正木も抵抗いたしますが、3コーナー1番の早川ここは前へと出るか。さあインコース抵抗する5番の正木も1番の早川が前に出て、そして3番の黒田、2番の梶原まで伸ばしてくるかどうか。木谷亮ファン TV、 ランドセルを寄付しようと思って物色に来ました。レース前の最後の練習なんですけど、調整なしで、少しでもね上積みできるように、もがいてレースに向かおうと思います。それでは行ってらっしゃい。ああ寒い、まあバス止まっとうな、ちょっと下りでもがけんけ、あ上りをもがこうかな、寒い。寒い、汗かくと余計寒いよね。あ仕方ない、上りもがくか。よしこっから信号を、よしガッ、はい、全検日の朝にね抗原検査をして参加しないといけないので、朝抗原検査をして出かけようと思います。この長い綿棒をね鼻に突っ込むのはね本当に嫌です。でねこれね陽性だったらねレースに参加できないので本当にドキドキしますね。はい、レース前の体の調整に行きます。はい、スポーツメカニックさんへやってまいりました。みんな略してねスポメカスポメカ言うてますけどね。おはようございます。こんにちは。お疲れ様です。スポメカさんから預かってきました。あ、スポーツメカニックさん、スポメカさんね、はい、なんか夕方取り来るっつってました。はい、起きるとね、ね夜夜中ミッドナイト、じゃあお願いします。
レース前なので炭水化物をぶち込もうと思います。でね、ここのねラーメンはねめちゃくちゃうまいんですよ。すごく濃厚なんだけど臭みがなくね、すっきりした味わいで、でねチャーシューがね炙りチャーシューなんでね香ばしくてねすごく美味しいです。でねチャーハンもね、まあ、細かく刻んであるんですけど具がたっぷり入ってね、これもまたね香ばしくてすごく美味しいです。レース前とねレース後は大好きなラーメンをご褒美として食べています。なんだかんだね用事を済まして午後2時小倉競輪場に到着しました。4コーナーを回るところでは6番の正木が北にを連れて上がっていく。さあ赤番のホームです。2番の近藤が突っ張ります。誘導が1コーナーで降りました。正木はここは想定内か、一旦車を5番手に下ろします。2コーナーからバックへ向かいます。中段キープの関東勢、その外を2コーナーからバックスーッとかわして、さあ先頭を流す2番の近藤を6番正木がジャンで叩きます。6番正木のジャンがまし、2番の近藤は3番手、外から1番の黒田が、内からは3番の木村がと関東勢、さあ外から内から上がっていって中段を回ってドッキング。2番の近藤は5番手後手に回りました。先頭6番の正木はペースでかけています。最終1センターから2コーナーへと向かっていく。さあ1番の黒田仕掛けるか、いや3番手キープ、2コーナーからバック。2番の近藤は5番手からまくっていきます。さあ2番の近藤のまくりでありますが、1車のまくり、3コーナーから2センター4番手、関東勢の牽制を受けていっぱいです。5番の森下が3番手に切り替わりも、まずは6番の正木の逃げ切りです。2着4番の北にとワンツーなったか九州勢、インコースには5番森下がいましての2着争いです。国内初のね競輪コミュニティっていうのね、僕やってますんで、興味のある方は概要欄から覗いてみてください。今日の動画は以上にしたいと思います。ということで皆さんの車検が的中しますように、いってらっしゃい。